300系はかつて東海旅客鉄道及び西日本旅客鉄道に在籍した新幹線電車である。東海道山陽新幹線の第三世代の営業用車両であり、初めて時速270キロメートル走行を行う望み用車両として開発、製造された。九百九十年に東海旅客鉄道が発注した量産先行試作車が登場し、 その後1992年1月から1998年10月にかけて量産車が製造された。なお1993年以降の製造分は1975年3月の博多駅延伸に合わせて製造された例形の置き換えを兼ねている。量産車のデザインは手先正道、戸谷武志氏、松本哲夫、木村和夫によって設計された。 安定した高速走行を実現するため、車体の空力特性の向上と軽量化を行い、1992年3月14日、のぞみでデビュー。東京駅から新大阪駅間を、それまでの光より19分早い2時間30分で結んだ。その後、1993年3月18日から、のぞみの運転区間を博多駅まで延長することが決定し、 西日本旅客鉄道でも、同仕様の3000万台改編成を旧、編成製造、投入し、東京駅博多駅間を、グランド光より43分早い5時間4分で、結んだ。JR 西日本の本系列は 300N 系とも、呼ばれる。日本車両製造、日立製作所、川崎重工業、近畿車両に発注され、最終的に、 J 編成61本976両と改編成9本144両の合わせて70本1120両が製造されたが、J 編成の中には500系の製造開始後に落成した編成もあるほか、J52 以降の編成は700系の量産先行試作者である C0C1 編成より後に落成している。また、量産車第一号の J2 編成は、 100KG 編成の最終増備編成の G46 編成より先に落成したが、G46 編成が先に廃車になった。東海道新幹線の最高速度を一気に時速 50km も向上させた、画期的な車両ではあったが、営業投入前のテスト運転が不十分だったために、デビュー後は故障が続発し、頻繁に運転打ち切りが発生するなど、 のぞみ301号の名古屋飛ばしとともに、マスコミから連日クローズアップされることになった。高速化を最優先させるための徹底的な軽量化があだとなり、時速2 2 0トルで走行していた100系と比べると、車内の騒音が増加し、座席のシートも金属バネによる指示方式から薄いウレタンロミにとって変わられたため、居住性が悪化した。 特に振動の大きさは深刻で、導入当初は座席前のテーブルに置いたコーヒーがこぼれた、サンドイッチが手も触れていないのに、丸ごと床に転落した等の苦情やクレームが相次いで多発した。その関係上、口述の通り2012年3月をもって引退にもなっており、結局は100系と同様短命に終わった。これらに対しての反省や教訓から、以後の500系、 700系以降は高速化及び乗り心地や居住性の両方が重視され、不具合の洗い出しのために営業投入前に40万キロメートルの長期耐久試験の実施が常となった。700系の量産と100系の廃車が開始された1999年以降は、望みの運用を徐々に700系に譲り、変わって光や 小玉に使われるようになったが、本系列の置き換えを目的に開発された N700 系が2007年に量産を開始したことにより、所定の使用年数にあたる製造53年に達した車両から順次廃車が開始された。2012年3月16日をもって、東海道、山陽新幹線での営業運転から離脱し、JR 東海所属車は同月中に全車廃車され、 JR 西日本所属者も同年10月までに全車廃車された。なお、統計式は0系、100系、500系のような単編成化による転用が行われず、東海道、山陽新幹線から同時に撤退した唯一の形式である。望みの原型であるスーパー光の開発スタートは1988年1月にまで遡る。JR 東海内に 新幹線速度向上プロジェクト委員会が設置され、同年1月28日に1回目の講義が行われた。この委員会では、100系の後を継ぐ300系の開発について検討する委員会であった。望みの目的はできるだけ早く、東京駅から新大阪駅間を結ぶことであり、そのライバルとしては、航空機があった。羽田空港伊丹空港間の航空機は、 飛行時間は1時間ほどで済むが、東京や大阪市の中心部から空港までの移動や、搭乗手続きなどで時間を要する場合が多い。この航空機対工作として2時間30分、運転であれば、空の客を取ることができるのではないかという計算があったからである。望みの当初のキャッチフレーズは、9時の会議に間に合う、であった。これらの事情や、 線路設備の面から検討された結果、運転速度は時速 270km に設定された。初代新幹線である0系は、最高速度が時速 220km で軸重が16トンであった。300系を開発するにあたって、時速 270km 走行時で0系、時速 220km 走行時と同じ。 もしくはそれ以下の騒音と振動に抑えるにはどこまで軽量化をすればよいか検討された。そこで、0系の車両から、電動機や抵抗機といった走行機器を取り外して軽量化、不随車とした上で、編成中央に挟まれて、テスト走行が1988年5月24日から6月3日の間に、浜松駅名古屋駅間で実施された。 この即席の付随車の車重は44トンであった。この他にも56トンの空車、水などを積んで64トンにした空車などが用いられ、テストされた。0K の最高速度は前述のように時速2 2 0トルであったため、得られたデータを時速2 7 0トルでは、どのような値になるかをフィールド試験によって計算すると、軸重にして11.3トン以下であれば、 現行の車両の振動値を越さないことが分かった。300系以降、東海道、山陽新幹線を走行する車両は、軸重11.3トン以下を目標に設計されている。東海道区間に多数存在する R2500 のカーブでは、ント量は 180mm であったが、300系の運転開始に伴い限界までの 200mm に変更された。また、 R3000 のカーブでも、カント量が 150mm から 180mm に変更された。こうすることで、これらの区間でも、最大時速 255km で走行できるようにした。このカント量の変更工事は、東海道新幹線の約1、4である 120km 上で実施された。また、従来の車両と最高速度が異なるため、 a t c にも改良が加えられた。まず、a t c を時速2 7 0トルにも対応させるため、a t c が2周波数化された。新たに高速側に信号を増やすことになったが、従来の1周波数方式では、情報が乗り切らなくなるためである。加えて、閉塞区間の長さを安全性の面から再検討して、従来の1 0トルから8 5トルに、 短縮した。こうすることで、従来のダイヤに高速化した300系を加えることができるようにした。その他にも、東海道新幹線の起電方式を BT 起電方式から AT 起電方式に変更した。これは、300系は編成内に特攻圧引き通線を引き通し、そこに3機のパンタグラフを装備して、編成内の各ユニットに、 河線からの電気を供給するため、BT 起源方式の場合だと、約 4km ごとに河線に挿入される、ブースタートランスによって、トロリー線にブースターセクションが設けられるため、そこを通過すると、交流周波数の位相差により、パンタグラフの間で、特高圧引き通線を介して電気が流れトラブルが発生すること、負荷電流が大きいと通過時の一時的な遮断により、 課題なアークが発生してしまうためであり、1991年までに AT 起電方式に改良された。その結果、沿線に25あった変電所が増強も含めて16に減らされた。1992年3月8日に試乗会が行われたが、くしくも同日に新幹線開発史において重要な存在である初代小田急3000軽電車のさよなら運転もあり、 新旧の節目と報じられた。車両軽量化のために、車体にはアルミ押し出し成型が新幹線として初めて採用された。これにより100系では9.3トンにあった。構え体重量は6.8トンにまで軽量化することが可能になった。新幹線では制御装置に VVVF インバータ制御と台車にボルスタレス台車を初めて装備し、 電気ブレーキに回生ブレーキを初めて使用した車両である。滑らかな形状の運転台回り軽量化の観点から東海道産業新幹線用車両で初のアルミニウム合金を使用したシングルスキン構造の構え体を採用した。屋根板側外半床面には全長24.5メートル最大幅600ミリメートルの A6N01ST5 部材を 床と外反交差部分に当たる側量及びお量は強度が必要なことから中空形材及び A7NHST5 部材を使用している。また軽量化の観点から室内床にはアルミハニカムパネルを騒音防止の観点から主辺圧器付近の床下には構成パネルを貼り付けている。これらの特徴により車体単体質量6.0トンと 大幅に軽減した。営業用新幹線として、初めてのアルミニウム製車体であった200系の8.5トンと比べて2.5トンの軽量化を達成した。空気抵抗低減のために、車体断面を縮小し、車高は100系より約40センチメートル低くなった。走行時の吸力音を軽減するために、運転台周りは滑らかに仕上げられ、スカートと一体構造になっている。 さらに低重心化のため、同系列までは天井にあった空調装置を床下に移動した。そのため、窓間の柱内のダクトを経由して送風する構造になった。側窓は再び狭窓となった一方で、窓かまち高さは100系までの855ミ、mm、リメートルから一転して710ミ、mm、リメートルと低くされた。初期車両は空気抵抗低減のため、 ドアを閉めた際に車体との段差のないプラグドアを採用していたが構造が複雑でトラブルが多かったことに加えコストの割に騒音低減効果が少なかったことから1993年度初の造備車である J16 編成、回6編成より通常の引き戸に変更したまた100系まで屋根の肩についていた雨どいは省略されドア上部のみに水切りを設置する 簡易的なものになった。以降、東日本旅客鉄道の新幹線車両も、含め現在まで主流となっている。電源、制御機器化線からの炭素交流 25KV を、主変圧器で高圧した上で、主変換装置で、炭素交流から、直流、さらに三乗交流へと変換して、交流電源とした。その交流電源で、主電動機を駆動した。 M1TM2 ユニットを採用し、M1 社には、主変換装置、補助電源装置が、M2 社には、主変換装置が、T 社には、主変圧器、終電装置、空気圧縮機が搭載される。床下の平滑化による騒音の低減と、着雪障害の防止のため、床下機器機樹を収納する簡易塞ギーが設けられている。主変圧器は、強制風冷式を採用し、 2900クバの容量を備える。主変換装置は g t o o s o を利用した PWM コンバータ2機、VVVF インバータ1機で構成されている。制御方式は二レベル制御により、電圧、電流波形を交流の制限波に近い形としている。g t o o s o はスイッチング周波数が低いため、発射時と停車時に電動機からのジレノンが目立つ。主電動機は、 カゴ形3小誘導電動機を電動車両1両、あたり4機搭載する。連続定格出力は 300kW とし、交流モーターの採用により100系の直流モーターと比較して出力は約30%アップしながら出量は約半分になっており、車両全体の軽量化に寄与している。VVVF インバータ制御を利用した回生ブレーキも 新幹線車両として初めて装備し、ブレーキ性能を強化した。ただしモーターのない付随車は回線ブレーキが装備、できないため、渦電流ブレーキを装備する。本系列からブレーキ制御に、大荷重装置を追加したが、これは、車体の軽量化により、編成全体に占める旅客質量の比率が高まったためである。 ただし前日のアルミ合金車体の採用による軽量化は、不随車で渦電流ブレーキ装置の質量がモーターより重く、さらに機器の中で最も質量のある主変圧器を搭載していたことも、相まってモーター装備の電動車よりも不随車の方が重くなる結果になった。その後開発された5 0 0では、 全車電動車となったことから付随車採用時の質量増は発生せず7 0 0系ではブレーキ装置の軽量化と機器配置の最適化によって電動車と付随車の質量を同等とした台車台車は鉄道総合技術研究所が開発した 9023EF 型台車をベースとした新幹線の車両で初採用となる軽量ボルスタレス台車で軽量で 曲線通過性に優れる特徴を持っている。軸箱支持方式は時速2 7 0トル走行時の安定性を高めるため、0K 以来のイズ方式を改良し、軸箱前後にある軸バネのコイルバネ内に円筒積層ゴムを内蔵したウィングバネ方式を採用しており、軸箱の上部と台車枠の間には軸ダンパーが装備されている。これは ウィングバネのコイルバネが上下の荷重を支持して、軸箱の案内を円筒積層ゴムが行うようになっており、修道部分がないため耐久性に優れる長所を持つ。また、ボルスタレス台車の首振りは、枕バネのたわみの許容により行うため、水平方向の合成が低くなる特性があり、左右方向の空気バネのたわみを抑えるための空気バネストッパーが設けられており、 台車枠と車体の中心ピンとの間にも左右道を抑えるダンパが装備されている。その他にもボルスタレス台車は打高動を起こしやすい特性があるため、その抑制を図るためのアンチ用ンパが台車枠と車体の間に設けられている。軽量化のため、車輪径が 910mm から 860mm に縮小され、車軸も中ぐり軸と呼ばれる。 中空式となったほか、台車枠端張りの廃止、台車枠への高調力工、軸箱、歯車箱にアルミニウム合金の採用がなされた。駆動装置は100系でも採用された WN 平行、カルダン駆動方式である。なお、300系の台車のこれらの装備と機構は、その後の16両編成の700系と N700 系の台車にも採用されている。形式は、 M 社が TDT203 型 T 社が TTR7001 系である。質量は TDT203 型が 6689kg、TTR7001 型が 6914kg で100系、DT202 系の 9800kg や TR7000 系の 9225kg から大幅な軽量化を達成した。 終電装置などパンタグラフは当初、下枠交差型に大型カバーを組み合わせたものを、編成内に3機搭載していた。また、パンタグラフの利線によるスパークの発生を抑えるために、特効圧引き通線を屋根に設置して、各ユニットを電気的に接続していた。各車両間は、ケーブルヘッドを介して接続していた。走行中は、 騒音低減のため後ろの2機仕様で対応したが、トンネル内でパンタグラフカバーの影響により、車両が左右に揺さぶられて乗り心地が低下することが判明したため、現車走行試験の結果をもとに1995年8月から1998年9月にかけて編成中央のパンタグラフを撤去、編成前後のカバーは形状が変更された。 そして7 0 0系登場目前である1998年10月から12月の間に落成した J59J61 編成は高圧引き通し線が落成当初から7 0 0系と同様の自家ジョイントと4両置きのケーブルヘッド式となっている。1999年度からは7 0 0系で採用された低層音化技術を反映して 既存の編成にもシングルアームパンタグラフ、外資カバー、自家ジョイントを搭載する改造を実施している。J 編成と改編成の外観上での見分け方として、パンタグラフカバーと JR ロゴの色が異なることに加え、改編成では、車体下部にリフティングジャッキをセットするための凹みが追加されている。16両編成で8から15車が、グリーン車、他は普通車である。 100系統は異なり、2階建て車両やグリーン個室、食堂車及びカフェテリアはない。グリーン車は横2列プラス2列の座席配列で、100系統同様読書等を各席に設置して、イヤホン式のオーディオサービスがある。普通車は横3プラス2列の座席配列で、シートピッチは100系統同じく 1040mm と、広い。また、本系列量産車からは、 三人掛け座席の内中央列座席については窓側席と通路側席の座席有効幅 430mm に対して 30mm 広い 460mm 幅とした J1 編成以外の定員はクリーン車200名と普通車1123名の計1323名この標準定員と一車両ごとの座席数の共通化が 以降の東海道新幹線車両の基本となった。なお、J 編成はブラウン系、改編成はクレー系の配色でまとめられている。普通席はおおよそ同一だが、グリーン席に関して言うと、ヘッドレストの張り出し、オーディオスイッチ、読書灯スイッチの配置、読書灯のデザイン、背もたれのシートバックポケットのデザインなどが J 編成、改編成の間で異なっている。 本系列から消滅した食堂車に代わり、7号車の東京より、11号車の博多よりに、車内販売準備室を兼ねたサービスコーナーを設置し、車内販売を実施。ワゴンサービスも充実したため、2003年10月1日のダイヤ改正により、サービスコーナーは廃止され、以降は車半準備室のみとなった。また、奇数号車の洗面台同士の間には、 冷水器と紙コップが設けられていたが、700系デビュー以降は500系と同様に冷水器は使用停止となり、冷水器の箇所は板で塞がれた。間接照明を採用した普通車車内照明は、間接照明が採用されている。これは、車体断面縮小から来る前高の低下にもかかわらず、室内高の拡大を実現するための合理的な方法である。 望みとしての高速運転を達成することを第一、優先にして開発されたためか、座席の背もたれがかなり低めで座り心地は悪かったほか、高速運転に伴い前後衝動や振動が大きくなる、不随者において加減速時に補助電源装置からの発生音が大きくなるなどの問題が発生した。2010年代に入っても、これらの欠点は改善されないまま運用を終えている。 その後の騒音対策として、床、台枠の一部に鋼材を導入し、振動対策では書き、乗り心地改良工事にて改善されていた。美観上の問題も発生した。デッキのくず物入れが、大人の出化サイズにまで小型化されたため、投入口からは、弁当核などが溢れ出す状態になってしまった。空調装置の床下への移設でダクトを壁内に収めたことにより、 体感温度が外部の気温変化や直射日光の照射の影響を受けにくかった。これは外壁の薄いシングルスキンに接したダクト内を空気が通ってから室内に吹き出すため夏は日光に温められ冷房の効きが悪く冬は外気温で冷やされて暖房の効きが悪くなるというようにエアコンの負荷効率は悪くなった一方で壁面温度が先に制御されるので 室内にいる人にとっては放射加熱や放射冷却の影響を受けにくくなっているからである。有限要素法などの新しい設計方法を駆使して、当初から本格的にトンネル内微気圧波対策を施した密閉車両とし、室内の気圧変化を抑えているので、この面での快適性は従来車両より向上している。本系列は新技術を数多く採用、実用化し、 新幹線高速化の第一歩となった。そのため技術的には高く評価される車両だが、利用客にとっての居住性という観点からの評価は低いことが多い。このことを反省して JR 東海では、後継車両の700系開発には高速運転性能のみならず、居住性を含めた快適性重視の姿勢を取った。振動低減や、 居住快適性アップなど利用者にはその成果を支持されている。これは新幹線に限らず、その後の JR 各社の在来線、新型特急車両の開発の際にも重視されるようになった。JR 東海と西日本では、旧国鉄時代の例形以来、全小島と尾島は同一ライトで折り返しの際は色の違うバラス板を切り替えて対応する構造を採用してきたが、 この伝統の構造も本系列限りで終焉を迎え、500系以降の新型新幹線車両ではフィラメント構造の全消灯と発光ダイオードの微灯が完全に分離されている。東海道新幹線での最高速度を時速 50km も引き上げた300系だが、前述の通り営業投入前のテスト運転が不十分だったため、導入当初はトラブルに悩まされた。 走行不能に陥って運転が打ち切りになるなど、深刻な事態に発展するケースもしばしば発生し、連日マスコミから強く非難された。営業開始から4月25日までの1ヶ月半の間に183件ものトラブルが発生した。1992年5月6日には、名古屋駅三河安城駅間を 190km で走行中の光238号で、 主電動機を固定するボルトが接損し、4時間立ち往生するトラブルが発生した。これは最悪の場合高速走行中に、モーターが線路に脱落し、第三次につながる恐れのある重大インシデントであった。さらに、1993年4月4日に、岐阜橋島駅を通過中ののぞみ号の風圧で飛散したバラストが、上りホームの乗客の右膝に当たり、 4月30日には上下線の望み号がすれ違い通過中に飛散したバラストが上りホームの乗客の被体に当たる事故も発生した。このため通過駅でバラストの飛散対策防止剤を散布するなどの対策に追われた。また、この他にもネジの長さが足らずマスコンハンドルが外れたり、パンタグラフの取り付けボルトの落下、台車の異常を知らせるランプの誤作動など、 準備不足が原因のトラブルが多数発生した。軽量化を目的に MT 比をそれまでの100系の 12M4T から 10M6T に変更し、電動車を削減したが、付随車に採用した渦電流ブレーキの重量が重んだために逆に付随車の方が重くなってしまった。しかし基本仕様を変更するには設計を一からやり直す必要があったため、 MT 比が変更されることはなかった。軽量化と低消化のために空調機が床下に収められたことで、天井にある吹き出し口までダクトを延長する必要が生じた。このため長いダクト内で冷気が温められてしまい、冷房能力が不足する欠陥が見られた。300系のスタイルの決め手となっている、レール面から近すぎるノーズポイントも性能上で不都合を生じさせた。 ノーズポイントがレール面から近すぎるとノーズポイントの上面と仮面で大きな圧力差が発生し空気の流れが剥離することにより交尾車両で尻降り,りと呼ばれる現象が生じ乗り心地を大きく悪化させる尻降り,りはトンネル内で特に顕著に発生したが300系の開発時にはこの現象が解明されていなかったこのため300系は レール面直上のノーズポイントから屋根まで一筆書きで続く他の新幹線車両では見られない独特なワンモーションデザインになった。以後の新幹線車両からは尻振り性能を改善するためにノーズポイントが高く設定されるようになり300系のような形状は見られなくなった。また2両にまたがった大きすぎるパンタカバーがあだとなってトンネル内でのダコも発生し、 パンタグラフ周辺の回収などといった対策は取られたが一方で回収できない車体左側面とトンネル左下壁面との乱流の近接効果による左右道の問題は残されている。2004年9月29日に JR 東海は J 編成の内工期に製造された編成を中心とする43編成に乗り心地向上のためへぬ、 700系の量産先行試作者で採用した改良型セミアクティブサスペンションを1.68から10.1216号車の7両に改良型再誘導ダンパを残りの9両にそれぞれ搭載し700系で採用された非線形空気バネと用ダン波を全車両に搭載することを発表した検査入場に合わせて順次施行し2006年10月までに完了した 車体間ダンパーの設置については、車体端部がアルミ製で、装着のために必要な補強改造が容易でない、ことから見送られている。なお、蒸気以外の編成は、n 7 0 0 k の早期置き換え対象のため、試行対象から外されていた。望み車両の試験者として、1990年3月8日に、東京第二車両所に配属された。製造費用は46億円となっており、 先代の100系人編成と比較すると15億円、高く500系や N700 系と同じである。なお、量産車の製造費用は40億円とされている。1990年に時速 303km を記録しており、1991年2月28日未明には時速 325.7km を記録し、961型による 国内最高速度記録を12年ぶりに更新している。量産車との相違点後に登場した量産車とは違った外見をいくつか持っていた。それらに加え、登場時の外観は以下のようなものだった。JA 登場当初は、東海道新幹線が BT 記伝方式を採用していたため、パンタグラフは各ユニットに1台ずつの計5台に搭載されていたが、1991年に、 AT 起電方式への切り替えが完了した後は3.15号車のパンタグラフを撤去、残った3台のうち9号車のものは予備として実施用パンタグラフを2台にまで削減した。その後、9号車のパンタグラフを撤去して2台のみとし、最終的に 700K タイプのシングルパンタグラフとパンタカバーに変更された。 量産化改造後量産車登場後の1993年3月10日に、量産化改造が行われて、J1 編成となり営業運転に使用された。外観は量産車に合わされ、帯の色の変更、シンボルマークの消去が行われた。また、15号車の車号が329-9002から329-9501に改版されている。後に、 飾り帯に当たる部分が、量産車と同じくグレーの塗装となった連結器カバーに交換された。トランスポンダの関係で、望みでの営業運転では、東海道区間に限定されたが、光では、岡山、広島発着列車に時折使用された。2001年以降は、再び試験車として使用されることとなり、営業運転からは2000年に離脱した。 N700 系に搭載される新型パンタグラフや、車体傾斜システム、全周ホロのほか、東海道新幹線区間で新たに採用されたデジタル ATC の試験にも充当された。2005年には N700 系、Z0 編成が落成し、試験者としての主な役割は、Z0 が担った。本系列に属する各形式名とその車種は、以下の通り、 ユニットは 2MHT の3両を一組とする構成で、1号車の323型は1両のみで、ユニットに属さない TC。2から16号車は、質量配分の平均化を狙い2両の電動車が1両の、付随車の両端を挟む、計算量、MHTPM2 で1ユニットを構成する。この構成は、日本国内で本系列のみで他系列での採用例はないが、日本国外では、 イタリア鉄道のイター460やドイツ鉄道のアイス3での採用例がある。番台としては、試作編成である J1 編成は9000番台を、J2 編成以降は0番台を、改編成は3000番台を名乗る。322系戦闘車姫路駅にて1990年に落成した先行試作車である J0 編成による長期試験走行の結果、 のぞみに充当するため、1992年1月から3月に、かけて4編成64両が落成した。会1編成1993年3月18日ダイヤ改正から、行われた、のぞみ1本、自運転に対応するため、1992年9月から1993年3月に、かけて10編成160両が落成した。また、 JR 西日本所有の F1 回5編成も製造された。東京博多間の長距離運転に対応して水タンク容量が拡大されたほか、車内騒音軽減のために加速時におけるモーター電流値の変更や防音板の挿入が行われた。回6編成例系置き換えようとして、1993年3月から1994年7月に、 かけて8編成128両が落成した。また、JR 西日本所有の F6 階級編成も製造された。客用扉がプラグドアから引き戸に変更された。老朽車両を取り替えようとして、1994年11月から1995年6月にかけて6編成96両が落成した。老朽車両を取り替えようとして、 1995年8月から1998年3月にかけて28編成448両が落成した。その間、J51 編成と J52 編成の間に700系先行試作車を導入し、ほぼ同時期に JR 西日本では500系を9本導入している。グリーン席のフットレストが 座席台座に固定される形から座席に固定される形に変更された。老朽車両を取り替えようとして、1998年6月から10月に、かけて4編成64両が製造された。J61 編成をもって、心臓投入を終え、700軽量三車の製作が始まった。各車両の特効圧引き通し線接続部分が4両置きのケーブルヘッド式に改められている。 既存の編成にも、追行時の形で行われた。編成一覧表川崎重工業製の一部の、編成は、阪神、淡路大震災で、取り替え車両基地への陸路が寸断されたため、兵庫運河から堺仙北港まで、海上輸送し、堺仙北港から、取り替え車両基地まで陸送して搬入された。編成一覧表臨時、望みに充当されることが多かった300系。 三原駅東京駅間の光に充当されていた300系 J55 編成300系小玉方向幕1992年3月14日の導入時には望みに往復と日中の東京から新大阪間光1往復で運用されていた本系列による東京博多間直通運転が 始まった1993年3月18日の JR ダイヤ改正で初めて1編成につき、全区間を1往復半運用を組むことが可能になり、0系の置き換えのために J61 編成までの増備を続けつつ、編成数削減による運用合理化を可能にした。その後、増備が進むにつれて、光での運用も増えていった。 後継車両の500系や700系の導入により2001年10月以降は、望みの定期運用から離脱し、引き換えに東海道新幹線の昼間の小玉にも充当されるようになったが、当時の小玉前列車と光の内名古屋、京都の二駅のみ、または新横浜を加えた三駅停車の列車は100系との共通ダイヤが組まれており、最高速度を 時速 220km に抑えて走っていたため、300系の増備は進んだものの2003年10月の品川駅開業によるダイヤ改正が行われるまでその性能を持て余す状況が長らく続いた。その反面、1996年から1997年には、静岡停車タイプや名古屋から新大阪間、各駅停車タイプの定期、 光のほとんどが最高速度が時速 270km に引き上げられ、また2001年には山陽区間に限り時速 270km 運転を行う、光が設定されるなどのダイヤ改正が行われた。これらの列車には300系が限定運用に入ることとなり、その性能が活かされることとなっていった。なお J1 編成はトランスポンダの関係から、 のぞみでの山陽区間への入線ができない時期があった。前述の乗り心地改善工事が始まってからは、工事を受けていない初期の J 編成が、のぞみ、光運用を追われ、小玉専用になるなど、新旧の編成間で運用が分かりつつあった。2011年3月12日のダイヤ改正で、J 編成は山陽新幹線に乗り入れる定期運用が消滅したが、 運用調整のため改編成の運用に充当する場合があった。2007年から統計列の置き換え用として製作された N700 系の投入、増備が始まったことを受け、同年から JR 東海所属の J 編成のうち、所定の経年である製造後1 3年を過ぎたものから運用離脱が始まった。まず量産先行試作者の J1 編成が、 同年3月28日に浜松工場へ廃車改装され、3月31日付で車席抹消。同年7月21.22日の新幹線なるほど発見デーで、現在はリニア、鉄道館で展示され、16号車を除いて4月末までに全車が解体された。同編成は2003年以降営業運転から外れ、 N700K をはじめとする新技術の開発に資する試試験者として代用されていたが、同系列の量産車登場によってその役割を終えた。続いて、同年7月11日付で J14 編成が廃車となり、量産車の廃車第一号となった。2007年度はこの後前半に J2、j 1九の合わせて3編成が廃車になったのをはじめ、同年度後半にはさらに、 J3, J4, J6, J8, J11 の5編成が廃車となっている。J 編成廃車は n 7 0 0系 z 編成増備の進行とともに順次進められており、2008年度末までには前述の工事を受けていない20編成が廃車となり、2009年4月時点の J 編成の在籍本数は41編成となっていた。 J 編成の全般検査は2010年6月9日に出場した J61 編成をもって終了した。JR 西日本保有の F 編成に関しては2010年まで廃車がなかったが、博多総合車両所広島支所に疎開されていた介護編成が2011年7月11日に、博多総合車両所広島支所新幹線取替基地間で翌12日に、 新幹線取替基地浜松工場間で改装され、14日付で廃車されたのをはじめ、その後8月に、回6編成が、9月に、回2編成が、10月に、回1編成が、11月に、回4編成と F3 編成が、それぞれほぼ同様に、浜松工場に送られている。営業運転終了を記念して、J55J57 編成に施行された。 車体装飾ありがとう300系装飾ありがとう300系装飾2011年11月時点では JR 東海5編成 JR 西日本3編成の計8編成まで数を減らした2012年3月17日のダイヤ改正において300系は JR 東海保有編成のほか JR 西日本保有の旧編成についても同社に 残留していた100系とともに運用終了となった。JR 西日本保有の F 編成 Q 編成の代替として、JR 東海から JR 西日本に同数の700系 Q 編成を上渡した。東海道新幹線における2012年1月10日以降の定期運用は次の通り。また、山陽新幹線における2012年1月以降の定期運用は次の通り。 これにより、東海道新幹線での定期運用は、J 編成は、同年2月1日の小玉680号が J57 編成を使用して、回編成は、同年3月12日の光477号が、山陽新幹線での定期運用は、同年3月13日の小玉727号が、いずれも回8編成を使用してそれぞれ最終となった。 記念品が配られるのぞみ329号車内、さよなら運転は2012年3月16日に以下の臨時列車により運行された。このうち、山陽新幹線で運転されたのぞみ609号については、同日に営業運転を終了する100系のさよなら列車、光445号と岡山駅の同一ホームで、さよなら列車同士が並ぶ演出が行われた。 JR 東海所属者はさよなら運転に使用された J57 編成が2012年3月23日付で廃車されたのをもって全車廃車された。JR 西日本所属者は2012年度初めの時点で回7、回8、回9編成が残存していたが、同年10月20日付の F9 編成を最後にすべて廃車され形式消滅した。 量産先行試作者322-9001ありがとうございます。